今日は今私がハマっている腹筋運動の方を紹介していければと思います。まあベンチを使ってベンチから少しお尻を落とすような形で、やっていくんですけど、これをやると、腹筋運動ってみんな一生懸命縮めて縮めて縮めてって縮めるところばっかり意識するんですけど、逆に伸ばしきったストレッチ、腹筋を最大限に伸ばしきる、その伸ばしきったところから縮めるっていう運動を、見てもらいたいと思います。伸ばしきったところが一番大事で、伸ばしきってからこう小さく縮める、そう、その幅をなるべく幅を持たせてやった方がいいので、この最大限にストレッチをしたっていう状態を見ていただければと思います。それではやっていきましょう。お尻を少し落として、本当に体を少し反るような状態ですね。で、腹筋を伸ばしきるところから最大限に縮めて、また伸ばしきる。そんなに回数はできないと思うんですけど、腹筋を伸ばすっていう感覚を覚えてもらえればと思います。これをやっていくとだいぶ腹筋が変わってくると思います。ではな。